はい、皆さんこんばんは。ただいま朝の3時です。今日も配信の方やっていこうかと思います。ポケット学園3行きましょう。第1回第2回って動画の方を上げたんですけども、まあやっぱり声が小さいっていうのがまああったんで、まあ小さいななんて思いながら自分の動画見てたんですけども、ちょっと自分の動画の新しい楽しみ方が分かっちゃって、これ自分で本当に気が付かなかったんですけども、私自身ちょっと滑舌が悪いと。で、字幕を出しながら配信を見てたら、もうなんかとんちんかんちんなこと言ってて、それがちょっとツボって面白かったんで、まあ、ぜひ皆さんももし動画を見る機会がございましたら、字幕の方を出してみてください。面白いなっていうのがあると思います。はい、じゃあ始めますか。今日もチャンネルの方にいらっしゃいましてありがとうございます。ちょっと訛りの方が強いかもしれませんが、ここはまあご了承いただけるとありがたいです。そしてそう、チャンネル登録者がなんと7人に増えました。ありがとうございます。目標とりあえずあと3人という10人をとりあえず目標にして頑張ってますんで、よろしくお願いします。私別にゲームが上手ってわけじゃないので、ただのゲーム好きなので、まあ、そこもご了承して一緒にやっていきましょう。はい、じゃあ昨日の続きですね。3年目2月3週からお願いします。何がどうなってんのかな。もう3年生になるわけで、いいやつだから。バスケットコートのレベル達成技術で理系ポイント20ポイント。お、いいね。何となく行くんだから1年生になると、もう少し増えてからのがいいよね。今2人だしね、イガグリと余計に K 伸ばしてるけど、手際くんが何かさせられるものはございますか。肛門だけだね。何かありますかね。特にないね。はい、41万3000円。お金が多いね今日は。それからお願いを要望に追加しました。行きましょう要望。茶室ね、茶室やりたいですよね。茶室はどこに設置すればいいんだ。92万めっちゃ引かれてったけど、さっきまであんなにウキウキだったね。でもそれでもな、結局いくらですか。170万ぐらいあって60万持ってかれた感じなのかな。どっかレベルアップしてね。ここら辺ほとんど手つかずだもんね。なんかいい工夫に行きたいな。ここにしようか。写真小さかったね。先生は足りてんじゃないですか。K、一応運営のランクアップもしますか。いけるんだ。施設で食物を切りました。茶室小さい、いいね。茶室何がいいだろう。ここにしようか。なんか欲しそうだな。水辺かな。水辺じゃないか。これも松の木とかあったらいいんじゃない。松の木とかなんとかさ。
か。希望者の入学まだ人気あと20か。先日行った試験の結果が発表されました。あ、ガタロ先生2位に戻ってきた。いいね。あ、結局カズオくんですか。点数開いちゃったね。ガタロウくんだけ上げられないのかな。292点。あ、300点いかなかった。あ、じゃあそう、それでも増えてんだ。96位、これはありがたい。素晴らしい。前回から順調に順位が伸びていますね。このままどこまで行くか楽しみです。楽しみですね。お、ちょっとお金多いんじゃない。つまり43万5千だって。多い気がする。自分自身でレベルアップしようとして日々筋トレに励んできましたが、成長したのは筋肉だけでした。授業レベルをアップしていただけないでしょうか。おー、リュウジ先生、アップしましょうか。じゃあ、データレベル6だよ。それでもマックスになっちゃう。スキル早歩き1。何これ。特殊スキルが手に入っているです。先生を選択して設定しましょう。特殊スキルを発見した先生以外の先生に設定することができます。あ、そうなんだ。スキルによって発揮される場面が異なりますので、適材適所を目指しましょう。40か。休みらしいですね。もうそんな感じなんですね。あ、お金50万円。結構減るね。90万ぐらい入ってくるっけこれ。本日はフルネタあれば創立3年目の入学式です。あ、新しい生徒はどんな人が来ますかね。柳井の吹石かな。脇田滑ったくん、あれ本村くんっていなかった。加藤ルイボスティーくん、あ、やってきてくれた。1、2、3、4、5、6人か。
とこあったかいよ。笛吹きかなでさ、湧き出すよ。運動からっきしらめじゃん、お前。芸術がいいんだ、いいね、いいね。何かに特化した方がやっぱ人生は楽しいのかもね。ボンボンもいいかもしんないけど。七三分け像とかさ、七三分けに特化したでしょ、これ。社交性と魅力があるんだから。七三の魅力でしょ、これ。あとはルイボスティーク。IT 関係ですか。胸を膨らませて6人の生徒が入学してきました。チーパチーパチーパチー、無事試験に合格して入学できました。これからよろしくお願いします。待ってたよお前。あ、作物が C ランクになっとる。じゃあ1年から、あ、まだ結局茶室どうなんだろうな。みんな勉強してみたい。好きだから俺がいる情報なんかあるかしら。いいの。でもこいつらの能力を上げるだけなんでしょ。友達がいっぱいできていますね。創立時に入学した生徒は早いものでもう3年生ですね。いよいよ卒業に向けて進路を決めていかなければなりません。ちょうど先日配布した進路希望調査票の回答が戻ってきてるんですよ。カズオさんやばくない？ヤキちゃん、寿司職人なんかやる気があればできるって。全然できるよ。合格率が低い生徒はアイテムで能力を特別授業で学力を上げましょう。アイテムで能力を特別授業で学力を上げましょう。ほうほう。校内新聞最新号が貼り出されました。皆さんのなりたい職業は何でしょう。人によってなりたい職業やなれる職業が異なっているように、新しい職業を発見しても生徒のタイプによって志望進路に選べない場合があります。また職業は生徒の態度との相性もあり、就職試験に影響があるものです。なお新しい職業は施設利用で発見できるほか、部活の練習試合で全国優勝すると特別な職業なんですよ。おー、いいね。こんにちは。この度私が依頼していた公務員ベッドが追加されると、おー、ゴルゴルね。なんだっけ、あれだよね。あ、体育祭。体育祭やりたいね。今年の体育祭やろうか。あ、運動アップルだな、3個。おー、いや、ここまで。おー、IT アップル。進路書籍を提出してもらいましたが、まだ進路を迷っている生徒もいるようですよ。生徒指導室を設定してアドバイスしてあげましょう。あ、つうかむしろ今までなかったね、生徒指導室はね。生徒指導室ってどこにあるの？職員室に戻るのとは別にな。ここに隙間あるけど小さい。小さそう。生徒に指導できるようになりました。生活指導で態度を改善したり、進路指導で合格率の高い進路を目指すように指導することもできますよ。教育に生活指導を追加しましたので指導してみましょう。マップ上の生活指導室を選択してもらおうという。教育ポイント使うの？
え、食用との相性バッグを作れるの？誰？あ、態度良好じゃダメなのこれ。何だといいのこれ。先生の失敗談を話す。話すから。優等生になりましたよ。これじゃダメなんだ。え、何？ヤンキーじゃなきゃダメなのこれ。下が下がるんだ。ちょっという形です。え？待って、音が鳴った。ちょい悪じゃなきゃできないな、寿司屋って。ひどい話だね。カタロウさんはどっちなんだろう。花火師だから、草取りかねえか、こいつも。言われちゃダメだな。どっちか分かんないんだね、これね。先生、この姿をご覧ください。私は学校生活の不満が募り、不良になると気づきました。いいね。しかし、勉学にはそこそこ励みつつ、この姿で過ごす今時の不良なのでご安心ください。教室で担任がいなかったり、特別授業を長く入れてないと態度が悪くなるようですね。告白して振られた場合などにも態度が悪くなることがあるみたいですよ。とりあえずしばらく様子を見てもいいかもしれません。おお、不要で、まるだ。え、待て待て。死亡職種と態度の相性が確認できます。待って、切り替えが分かんない。わかんじゃん、これ。大工も不良がいいんだ。とりあえず、加藤さん、優しく褒める。いいね、もう一回褒めとく。すべて受け入れる。あ、ダメなんちゃった。何なの一体。なんでそのそこでなきゃいけない理由があるのこれ。ね、こいつはちょっとあれにしよう。夕日に向かって走ってもらおう。これで、あれ。不良か。漢字の成り立ちを語るとかひどいね。不良です。こうなるとちょうどいいのかな。じゃあ、進路指導。しかし学園生活を送る時にさらに志望が変わる場合もありますのでご注意ください。心臓終わってんじゃん。お前落語家無理だって。生徒のタイプによって志望できる職業は異なるのでご注意くださいませ。お前どれも無理じゃん。もう落語家頑張れ。アンドリューは寿司屋が一番いいんだよ。南関大学文化系でもできるか。ガタロさんすごいね。 77% でなれんじゃねえ俺。花火師ってことは、ちなみに部活動ですが、不良たるものそんなものに夢中になったりしますので退部します。あ、やめちゃった。しかし態度が改善すればまた部活動を頑張る姿を見受けられるようでしょう。野球部やめちゃったよ、不良二人が。コンクール3学年いけるかしら。行ってみる、青い振動で。審査が全て終了し、いよいよ結果発表の時間となりました。果たしてどちらの学園が優勝できるでしょうか。ここ2桁の段階で勝ってなかったらもうほぼほぼ終わりじゃない。終わった。勝った。そんなこと全然なかった。意外とぶっちぎりで勝ったわこれ。浅草亀地さん、ヘッドアップのため4個もらいました。不良の満月美子さんが風邪ひくね。ステネコを助けました。可愛いんだけど。編集部に驚きのニュースが飛び込んできました。なんと不良のたまり場で初めて部活動を自主退部した生徒が現れたそうです。
担任の先生はこの頃腹痛や態度が乱れてきたと感じていましたが、まさかそれほどまだとはと驚きを隠せない様子でした。特別授業や生活指導などを行うことでカリカリに焼き焦げたバイクのことで書きからついた生徒の心も救うことができるかもしれません。ギリギリでやった方がいいのかな。評判落ちるの嫌だな。あ、パンキン商店が来訪しますって。練習試合結果ならこれ行かせたいのに3人しかない。どっちかにしよう。こいつちょい割れなくて大丈夫かな。こんにちは、初めましてパンプキン紹介です。初めてだねこれね。いつものパンプキン紹介、いろんな男のアイテムを売ってくれるおっさん、頭がパンプキンの形してるからパンプキン紹介にしようかな。しかし、あ、人気スポットが増えるのも間違いない。というわけで私からスポットの情報を購入することができます。これはいいね。いくら？あ、これ作れるんじゃない100円箱。階段スポットは、あー、三宮金次郎像がない。これ絶対コンビニが出てるから、ほら絶対出てくると思った。売店もないのか。先日不要のたまり場さんの生徒さんが雨の中捨て猫を助けているところを見て感動しました。猫屋敷まだ。その後猫は私が保護いたしましたのでご安心くださいませ。今後も心優しい先生を育てるためによかったらこちらをお試しください。アイテムだな。これはお金じゃない。うわ、何それ何それ、すっげえ楽しそう。当たりなんだろう。お金かな。お金60万とかあるよねこれね。微妙なんじゃない。ちょっと微妙なんじゃないこれ。あ、百円箱に道がありませんね。あ、もう結果上がったからだ。いいか。道どうしよう。自然通路ですね。あ、そこは違うんだ。なんかちょっと普通。え、道がない？あるよね。これでだいぶ、あ、練習試合あの海外の行ってみる。じゃあ今やれることないんだな。もうあげるしかない。でもお金がないのか。じゃあアイテムでここあげるしかない。これは参ったね。おかしいな、始めた時はね、170万ぐらいあったのに。練習試合が行われます。生徒の活躍するのは楽しみですね。3人いるからちょっといけんじゃない。おう、結構上がった。ハートの種をもらいましたって。これもう一回いけるのかな。もう一回いっとこう。お金がない。そうだ、お金なかった。これ借金になっちゃうよ4周で。え、まずいまずい。
金を貯める術は、入学金っていうか、あれしかないのかな。89万9000円か。でもね、バチコーンって引かないでしょ、これ。足んなくない ?90 万ぐらいじゃなかった、だって。友達多いんだわ。被害もこのように完了したので、この姿の生徒が何人まで増えるかご期待ください。9人は増えるんだよね、きっとね。なんか上上がったのがないの。野球部めっちゃ上だじゃん。あ、特別授業結果だ。こっちないと思う。めちゃめちゃ上がる。英語と社会はめっちゃ上がった。数学上げたい。これだ。めっちゃ上がる。一人あの後ろに帽子かぶってる落ちこぼりいいけど。国語が上げたい。今度これか。あんま上がんない。あんま上がんなかった。いますか。すごっ。それはすごい。一気に上がったじゃん。あと数学上げたいんだけど。数学はどうやって上げる。クックの話でも行く。まあ十分か。お、すげえ、めっちゃ上がるじゃん。すごいね、いきなりもう6月からもう優秀だよ。もう一回行くか。じゃあ、え、これ2年生あげたらよかったかな。3年生じゃなくて、あ、違う、1年生じゃなくて。柳さん30点。あ、何こいつ、数学と社会めっちゃ悪いけど。まあね、私は国語とね、理科は良かったかな。あと社会、数学と英語はまるでダメでしたね。まあ、ただ友達がアメリカ人がいたから、その人にこうふざけて英語だけで喋ろうぜって言って遊んでたので、英語がちょっと好きになったっていうのはありますけども、勉強は辛口でしたね。え、ちょっとみんな気づいてなくない？やべえ、こいつ北海道まっすぐでしょ。変なことすんなよ。え、っていうか釣りしてなくない、こいつら。一回も釣り竿もらったのに。やってんじゃん釣り。こいつゴミ捨てだなって。ついに俳句発表会の開催日になりました。実行委員会。全然じゃん。面白くない。
止まらない。全然ないな。カズオくん。微妙だね。あ、でも CM 化の評価が上がったね。これ人気のあとさ、あげたいね。やべ、ガタロウなんか言ってる。この胸の高鳴り、寝ても覚めてもあの子のことを考えてしまう、この気持ち、ほら当ててやろうか。当たるの満月さ、ほら同じ満ついてるもんな。やっべえ、めっちゃ芝からそうだよこれ。ヤンキーとヤンキーだからいけるでしょ。マンマンコンビになりました。あ、でも万の字が違うからな。三続きだったらどうしようこれ。あ、なんか6もらってたっけ。今まで30なかった。グラウンドのレベル達成30万。お、いいね。あ、下が3だ。カラスによって違うのか。いやー、細かくできてるね、本当にこのゲーム。本当面白い。練習率で中間テストが学園祭を解散すると。いいね、やりたいね。おいていや天井などクラスメイトと取り決めたら絶対楽しいと思います。ぜひご検討します。やりましょう。いくらかかるか分かんないけど、私もね、高校の時ね、あったんですよ。その学園祭で何やるってなって、私らのクラスは駄菓子屋って言って、みんな駄菓子持ってきて自分で食って、店なんか開かずにみんなゲームやってたっていう、ゴミみたいな学校でした。はい、要望ね。あ、トイレか。トイレなかったもんね。すぐ作りましょう。トイレなんかどこに作ればいい。失礼します、先ほど思いついたのですが、コンクールにも強化月間を設けませんか。コンクール強化月間を設けることでコンクールへの意識が高まり、優勝が期待できる気がします。いいね。7月今じゃん。でも今出るしかないじゃん。1個、あ、もう90ないし、全然足りないし、入れるはずもないし、これ人気があと3欲しいんだけど、なんかないかな。あ、駐輪場こっちも行く。こういえば、お、200超えた。え、駐輪場あってもいいんだと思った。あー絶対伸びない。40もなんかどこからもらえたしね。トイレが建築可能になりました。まさかこんなに早く実現していただけるなんて思いませんでした。これで学校に来る楽しみがまた一つ増えました。お前トイレで何すんだよ。つうかこの学校トイレなかったのかよ、3年間まで。建築ミスだろ。さあ、トイレを作りましょうかね。トイレはどこに作ろうかな。まあ、教室が近い方が絶対だろうな。こっちにも作っとく。この高台の上に作ろうか。そっちから行けるのかな。あ、お金がない。お金、あ、やった10万円。これでかけられるだろう。ここのトイレ。あれ待って、
また坂道作れるのかな。スケールキックが入ってきました。いや微妙じゃないこれ。平均点下がってんだよ。あーガタロー、だいぶ追いかけてきてるけどね、いけないかこれ。1年生が、おルイボスティーが入ってきてる。5位やるなお前。あこの笛吹き奏さんが総合で9位だ。すごいな。満月ふみこさん100点だよこれ。ガタロウもすげえな。何が数学、うん、まあ花火だったら数学使うのか。校内の学校平均点は289点でした。下がったってこと。3点減ってしまい、我が校の全国順位は96位。それでも43万点でもらえるでしょ。横ばいだもんね。あほとんど横ばいだ。順位をキープ。あ、ん42万ぴったり切り替えなかった気がするんだけどな。校内新聞の最新号が貼り出されました。トイレができましたって。お、風間くんが合計400点を超える高得点をいただきだし、妖怪でも話題になっています。一躍クラスの人気者となった白石和夫君は、興味の赴くままに勉強したからいつの間にか成績が上がっていました。校内にいろんな質が伸びて、なんか誰かもこのように言ってたよ。これさ、名前不良のたまり場にしちゃったからさ、不良の話がめんどくさいよね。不良で出てくる。体育系が悪いんだな。野球部頑張ってもらおうもっと。いいね、能力結構上がったやつ。これが基礎能力なんでしょきっと。これが高くないと、あ、トイレに道がありませんって。これ道作れんのかな。いける。中間テストが終了しました。夏休みに入ります。蚊取り線香を買いに行かなきゃ。今夏だもんね。年に一度の部活動の大会が開催される時期になりました。行けよ。お、まあまあじゃない。3回戦まで行ったんだ。今こっちが美術部はそんなに行ってないのかな。あ、すごっ。うん、6人いるよ。大会の結果の報告がありました。今年の結果はどうでしょうか。もう分かってるよ。うん、これはいいわ。デレレデレレレレ。お疲れ様でした。どの生徒もよく頑張りましたね。ほんと頑張ったと思います。こっちからも出るんじゃないですか。見下ろすように止められること。夏休みの夜になりました。受験生の3年生にとって長期休暇の過ごし方はとても重要です。進学就職試験に向けて自分の野球をして乗り越えましょう。最大4名生徒にいますよ。あれ特別月下みたいなの作れるの。いいね。ウィンク以外に何かないの。ある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 。フルバドタウン。めっちゃ上がったけど。報告率めっちゃ上がったんじゃない。いい感じで能力上がりました。今後も3年生は夏休みと冬休みに自分磨きで能力を高めて、志望進路への合格を目指しましょう。目指しましょう。品評会が、あ、CM で上がったもんね。アカントマト。何年生
目地、1年生に来た、いいね。やっぱ浅草っつうから、あれだ、人形焼きかなくんが好きなのかな、これ。運動大好き。クラス平均で変わんの面白い。たこ焼き屋さんは変わんねえわ。あれは3年に1組よ。いい、絶対出し物が決まりました。早速教室を選択して学園祭の準備しましょう。教室を選択して1つは特別授業の代わりに学園祭の準備を行いますよ。出し物のランクと生徒の能力が上がりますので積極的に行っていきましょう。これまた使うのポイント。お待たせしました。先日会議で学園祭は毎年10月に開催することになりました。はい、早速今月は学園祭の準備を進めましょう。各クラスに出し物の希望が届いています。クラスの平均学力によって選べる出し物が違うのですが、何を出展するのでしょうかと。え、待って、これ何すればいい。欲しいな。え、さらに上がるのこれ。ポイントが足りませんだよ。クラスティーさん、え、どんどんポイントなくなるけど、もう無理だ。イカポイントがない。え、これまた失敗したんじゃない。ここ全部やっちゃったの。何もできねえ。しかもランク C だったのに D になってる、あのトマト。普通のトマト。あ、C ランクだからかな。今年はそこそこいい出来だったようですね。審査員の目に止まることを祈りましょう。絶対止まんないって。だって相当レベル高かったよ。なんか、ない宝箱。最新号が貼り出されました。夏休みも終わり、早寝早起きを再開した皆さん、こんにちは。目覚ましい発展を遂げる不良のたまり場で、なんと学園祭が開かれるというニュースが入ってきました。発案者は3年生のとある生徒、ガタロ先生ですね。先生方も生徒同士の交流や学園の評判アップにつながると見込み、快諾したそうです。校内は早速活気に満ちた声が飛び交い、あるクラスでは学園祭開催、悲しげない、サムライよと絶妙なラップを練習していました。あー、バンズダムなんですね。でも入ったね。すべて以下のマーク5までいかないかな。いかないんだ。いやー、あ、いた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 。ポイントが足りないよ。もっとポイントちょうだい。あと1だよ。ちゃ、あ、これ1個。いや、もうダメだな。あった教養ポイント。いや、そっちじゃないんだよ。ショップみたいな。
業も全部金使うやつだしな。あ、建築なんかあんの？なあ、もう毎回これ、あれなんだけど、一回こうやったら消えないかな。消えないんだ。もしもし、不良の玉のベルス。はい、はい、ご連絡ありがとうございました。これ何だっけ。あ、金票がいる。いや、全然ダメだよ、こんなの。159で取ろうと思ったのが間に合ってる。まあでもお金10万円もらったからね。先生が実施されます。いよいよ不良のたまり場で初めての学院祭が開催されます。早速お客さんがいらっしゃいますよ。これもしかして金バカバカ儲かんじゃない。学園祭が出し物の来客数を確保して進めますので、結果発表も楽しみですね。3年1組圧倒的じゃん。あんだけご了承したんだから。それとダメだったらもう3年1組もうみんな解雇するよ。今月も特別授業できませんが、学園祭後、手段とポイントで集中して行いましょう。あ、ポイントいかないんだ。やべ、お金がない。やっぱり。でも、お化けってあげたかったな。480円だって。校内新聞の最新号も発売されました。皆さんこんにちは。不良のたまり場がついに学園祭当日を迎えたものです。偶然で色に塗られた大きなアーチの先は呼び込みやお客さんの声で大盛り上がり、廊下に立っている大忙しの着ぐるみを直撃してみると、私が着ぐるみの発案者なのですよ。まさか自分が入ることになるとは思いませんでした。でも初めての経験で楽しいですとジェスチャーで教えてくれました。すごいよね。そのジェスチャーをこの言葉に起こしたっていうのはすごいと思う。俺の字幕と同じぐらいすごいと思う。バルーンアートの受付をしていた笛吹かなでさんは、なんだか学校じゃないみたい、楽しいけどさっき親が出し物に遊びに来てくれてるつかったですとはにかんでいました。なんでたこと言ってんだお前。あ、宝箱、やっぱ違う。もっとないの。わーって何すんだお前。お化け屋敷でも行ってこいお前。ばあちゃんどこ行くの。バルーンアート孫のために。あ、バルーンアート入ってた。出てきたバルーン持って。入んのも。ああ、こんなところで何をしようねんって考えんじゃん。どこ行くのばあちゃん。またバルーンアートもらい行ったの。うわ、お金めっちゃもらえた。おお、すごいすごい。要望を答えるかね。ねえ、2年生の要望の方がいいやな。やべ、まだお金なくなった。9万円しかない。やっちゃったんじゃないこれ。それでは今年の学園祭で来客数が多かった出し物の発表です。第3位、来客者10人、お化け屋敷。うわー、ここちょっとレベル上げたいなと思ったから。第2位、バンド演奏。なんで2位なの。コットアメとバルーンアートが1位だった。ばあちゃんもいけたしな。エース
やばい、42万マイナスだ。今回は初めての学園祭ということで PTA から準備してみてるから遅いだろ、お前先に行くだよ。俺ね、45万から50万中だよ。マイナスです。あ、いいね、全体的に上がったね。これやばくない、これ。校内イベントが実際お金ないのに、お金ないんですよ。あ、理科室だってお金ないけど何もできないですよ、こんなお金がなくて最後のイベントなのに。どこ、あ、ここでオーラで出たらここでやるか。うわ、最高だね。最後の最後に、あと、もういいわ、1年生よ。あ、地球儀回せない。じゃあメダカの飼育でもしようか。すごっ、めっちゃ上がってた。もう一回、すごっ。数学と英語が悪い。特に英語が悪いだろうな。数学やとかじゃ。おい、公式の暗記に苦しんで数字学が5上がりました。おお、素晴らしい。英語は上げなくていいな。社会やめとくか。すごっ、もう十分でしょう。1年生は結構上げたんじゃない、これ。スケバンが何してんの。いいや、だいぶ使ったな。お金もポイントもないなんか。あ、でもこの感じだとさ、もうなんか手前誰も来ないよね、こっち。みんなこっちじゃん。これ1、2年と3年分けた方がいいかな。これどうすると思うんだ。あれ、お前ヤンキーじゃなくなったの。大丈夫、いけるそれ。お金ください。伊藤だろ、もうアンドリューアキじゃない。え、頑張って。態度が良好な生徒の告白ですね。誰からも好かれすぎないで告白の成功率は高めですよ。好きです。あ、付き合ってください。ふわーん、付き合いましょう。素晴らしい。カップル誕生ですね。やっと久しぶりに黒字になった。待って、これでもね、12月になってマイナスになるから、もしかしたら。どうなるか分かんない、これ。わあ、6万しか残んない。ってことは18万か。期末テストが実施されます。英語なんだって。だからまたやっちゃったよ。このトイレ使ってんのかな、みんな。
うわ、11人も使ってる。こちらのトイレは先生入ってない、先生入ってない、まあまあ女の子からでよかった。13人あんまり変わんないんじゃね。いいところに入ってたから。加藤くんが褒められております。ささやかなお願い。なかなかの油が取れるよ。ガスが欲しいかな。葵くんが褒められています。葵くん頑張れ。先日行った試験の結果が発表されました。ガタロウ先生2位から転落してるでしょうか。2位キープでございます。ここ変わらずか。点数めっちゃ上がったんじゃないこれ。ね、めっちゃ上がってるけど合計平均点300点超えたよ。すごっ。前回から順調に順位が伸びてますね。このままどこまで行くのか楽しみです。もう卒業しちゃうから下がっちゃうんじゃない。どうしよう、またお金持ちになっちゃったよ。お金持ちになっちゃうと使っちゃうんだよ。練習試合結果、あ、よし、こっち、こっち行こう。生徒の知らせでした。冬休みに入ります。練習試合頑張るぞ。練習試合が行われます。生徒の活躍が楽しみですね。いけいけい。すごっ。すごっ。レベル3まで上がった。すごっ。練習試合でパワーアップのためをもらいました。冬休みで夜になりました。受験生に長期休暇を有意義に過ごさせましょう。これでいいんじゃない。こっちにするかな。左右飲む。風呂場で歌うか。どう？まあまあ、サボった。しらい。お前サボっちゃダメだろ。頑張りました。勝ったね。その成長を自分自身で感じます。この冬は粘り強く伸び伸びと取り組みました。お餅を食べた効果ですかね。あははって。特別注意の強化ですか。校内新聞の最新号が貼り出されました。3年生を対象にした就職進学試験が来月に迫ってきました。この日は卒業後の進路が確定し人生の次のステップへつながる大切な日です。しかし生徒の中には志望進路に対して学歴や能力が合格水準に達している場合もあります。そんな時は学歴や能力を引き上げることも大切ですが、合格率の高い職業や進路指導さっきも言ったことじゃないですか。いや、お金めっちゃ増えてるのかもしかしたら。勘違いすんな。全然いけないかった。緑化運動兵庫復興。とりあえずポイントが足りないね。特別区域間で使いたいのは山々なんだけど。でも1年生使うか。地球儀忘れないですね。あ、どうだっけ。1年1組じゃなくて1年2組か。英語悪いんだよな。よし、いいね。めっちゃ上がったね。よしよしよし。苦手が少なくなったな。なんかない、ない。くださいよって。生徒数数で新しい職業を発見しました。国際弁護士タイプリーダー。待って、これ誰が変わるの。1500万だって。これい
やい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 や、まあ、理科室、理科室作りたいな。あ、宝箱。20は20でも、お金を20万ゲット。あ、違う、20。よーし。はい、理科室。お金ちょっと余裕持っといた方がいいですね。先生、先生の努力が高まっています。温度アップのため、いいね。あ、1年経ったね。卒業式終わったら一回、今日は終わりますかね。じゃあ学期末のテストの日です。次、あ、トイレ。温度アップのため、トイレは共通なんだね。理科室建築家の理科室どうなった、何の近くにあったかな。理科室ってとりあえず食べればこれポイント上がるでしょ。でこれをちょっとでお願いしたいことがあったので要望でしました。実現されると嬉しいです。理科準備室足りない。本日は3年生の就職試験がありました。学生生活の集大成ともいえる行事で私たちもドキドキしています。そろそろ職員室に報告に来ると思うのですが、てん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 花火師合格、満月合格。あ、お前大丈夫か、お前、お前大丈夫か。いったお前が生きればもう大丈夫だよ。なんとかなんだろお前、寿司屋は。お前なんでそれが一番慣れるよ、そんなの。一人増えちゃいますって。なんだよ、合格。就職進学率は 75% でした。合計年収は840万に達し、3% の25万円を寄付金として手に入れました。おお、なかなかの結果でした。来年は特別授業や進路指導も積極的に行っていきましょう。なお、試験に不合格だった生徒は、卒業後はフリーターになります。やがて夢を叶える日が来るかもしれませんので、陰ながら応援していましょう。あら、お客様がいらっしゃいましたよ。あ、金額ね。はい、どうぞ。待って、いなくなる前にコンクール。1個しかなくない。アンドに言ってくれ。最後に錦を飾ったな。宮西ボムネット、すげえ名前だな。宮西ヘルメットって言ったら頭もどうせヘルメットみたいな顔してるし、真面目なんだ。これ生徒数多いね、すごく。今までのさ、ほら3年過ぎるとさ、また1年生に入学してきましたっていうので、ガタロウ先生みたいなキャラクター、自分で作ったキャラクターが入学してくるシステムだったんだけど、今回はなんか人数が多いからもしかしたらそれないかもね。それだと悲しいなぁ。本が20までいかないから理科準備室も作らないしなぁ。基準のお金はあるだろう。じゃあ
不良のたまり場で輝かしい青春を過ごした4名の生徒たちが卒業します。さよならガタロウ先生。アンドリューさんは最後の最後まであれでしたね、問題児でしたね。え、卒業アルバムとか素敵だね。いなくなっちゃった。じゃあ入学式までやって終わりますかね。じゃあ褒められています。褒められるのはいいことだね。先日行った試験の結果が発表されました。ガタ落ちじゃん。まあ仕方ねえか。惜しくも順位が下がってしまいましたが、今後の伸びに期待しましょう。そろそろ私も授業レベルアップをしていただきたい。ああ、ももちももこだもんね。田舎の母に成長した姿を見せたいと思いますので、ご検討お願いします。いや、いいでしょう。ももこ先生頑張ってますからね。スキルを覚えるのね。個別指導1、こいつ生活指導に向いてるのかな。どうします。これこういう時はもう2か5かでいいか。スキル打ちます。教室戻っちゃったね。あ、移動してくんだね。そいつらが平均点が高ければそのまま。はい、学期末テストが終了しました。春休みに入ります。菜の花現地から乗りました。花の香りを嗅いで勉強を疲れを癒したいと思います。ありがとうございました。はい、ついに入学式ですね。さて、ガタロウ先生が来るのか。今年はどんな生徒が入学してくれるんでしょうか。ドン。ガタロウ来ない。ガタロウ来ない。で、万年とか来たよ。稲葉中ってずっと来なかったんだ。お前今更見学してきた時はお前何年だったの。はい、ということで4年目4月1日まで来ることができました。まあガタロウ先生は卒業しちゃいまして、ね、最後までアンドリューさんはあんな感じで1年が終わっちゃいましたね。あー悲しいね。というわけで今日もこれで配信をじゃあ終わりたいと思います。今日も見ていただきまして本当にありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録者、今7人なんで、2桁目指して頑張ってますんで、10名になって、10名になって、10名になりたいんで、お願いします。マイクの方ももう少しで、ちょっと音量どうにかしようかと今考えてるところなので、で、先見の明ということでね、もしちゃんとマイクになった時にチャンネル登録しておかないと逃しちゃう可能性もあるんで、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。アイドルってアイドル。というわけで本日もありがとうございました。お願いします。